安倍内閣の支持率は最も高い時で 68% を超えていましたが、集団的自衛権の行使容認を閣議決定した後の前回は 45% と第二次政権発足後最も低い数字となりました。しかし今回の内閣改造で8ポイント増加して53%まで回復、女性閣僚を大幅に増やしたことを半数以上の人が評価していることなどが背景にあります。 ANN の世論調査は昨日と一昨日の2日間ご覧の方法で行いました。安倍内閣の支持率は 53.0% と前回調査に比べ8ポイント上昇しました。前回は第二次政権発足後最低を記録しましたが、内閣改造を受けて回復しました。その内閣改造では過去最多の5人の女性閣僚を起用しましたが、これを評価する人は 57% に上っています。また安倍総理が年内に判断する消費税の 10% への引き上げについて、引き上げ自体をやめる、もしくは時期を先送りするとした人が合わせておよそ8割に上りました。次の衆議院選挙の時期については再来年12月の任期満了で良いとした人が6割を超えました。当面は選挙よりも経済政策などの課題に取り組んでほしいと思っている現状が浮き彫りになっています。